銀座大火は1872年に東京で発生した大火災である。折からの強風に煽られ、東京の中心地丸の内銀座、築地一帯が消失した。これをきっかけに明治新政府は銀座を大火構造の西洋風の街路へと改造することとなった。1872年4月3日、和田総門内宮合図判定から出火。 銀座のお堀端から築地までの九十五万四百平方メートルを消失した。消失八人、負傷者六十人、消失個数四千八百七十四個という記録が残る。未判時、和田総門内兵部省天屋式より出荷、西北の風に煽られて馬場先堀を越えて、八代塚市大倉消失兵両へ、飛び火、織田信都市邸、司法省、山内と予性邸など、 一部省庁として使用されていた丸の内のキューブケ地を縦断した。火星は外堀を越えて、現在の銀座西北端にあたる京橋南高野町に飛び火、西高野町、南高野町、弓町、新坂町、槍谷町、野財門町、南鍋町1.2丁目、滝山町、本月谷町1から4丁目、銀座1から4丁目、尾張町新地1.2丁目、 三十軒、掘り始め三丁目、三十軒掘り川を越えて、大富町、新富町五から七丁目、松村町、小引町一から五丁目、宇野目町、松村町を焼き、現在の銀座一から六丁目大部分が消失した。京橋の町人地を一通り焼いた後は再び、東隣の旧武家地に侵入、伊達胸の利帝、亀井これ未て 西尾忠厚邸などを焼いて築地側を越え、開墾会社、牛場会社など振興会社が拠点としていた原築地、1から3丁目を横断、築地本願寺に到達した。再度築地側を越えて、町人地に侵入、南飯田町、柳原町、南本郷町、南小田原町1から3丁目、築地ホテル館と現在の築地6.7丁目を消失させ、夜類の黒沈化した。 銀座レンガ街のミニチュア明治政府は、東京府知事ゆり構成の主導での都市改造に着手、親とい外国人、トーマス・ウォートルスの設計で、西欧風近代都市の建設を目指した。ありがとうございます。